東武機派2000系機動車。東武機派2000系機動車。東武機派2000型機動車は、1954年、昭和29年に登場した東武鉄道の液体式機動車。熊谷線の専用車で、東武鉄道で唯一の自社発注の機動車である。熊谷線は、戦時中に航空機産業の中心地である、大田地区と、 熊谷市を直結するために建設された路線であるが、1943年に熊谷目沼間が開業したのみで異北の延伸は、されず、寒酸化した盲腸線となっていた。1950年代初頭の時点では、新高徳八板間の八板線とともに、非電化のため蒸気機関車牽引列車で営業している状態で、東部各線の中でも最も遅れた状態にあった。 ただし、焼板線は1959年の廃線まで近代化されず、蒸気機関車牽引のままであった。このような熊谷線の経営合理化のために、列車の起動車化が行われることになった。東武鉄道は、北関東各地の非電化中小施設を多く、合併した経歴から、それらの施設が保有したガソリンカーを1940年代から引き継ぎ、 また他社からの中古車両上とも受けていた。しかし、それらのガソリンカーは1930年前後に製造された古典車ばかりで、四輪単車の木造車体さえ存在する前、時代的な人用であった。しかも極めて性能が悪い上老朽化が激しく、また非電化路線についても電化が進展したことから、1950年代初頭までに廃車され、あるいは、 地方施設に売却されていた。このため、熊谷線専用車として、当時最新式の液体式機動車が導入された。これがキハ2000系である。東急車両製造でキハ2001キハ2003の3両が申請された。全長16.5メートル、片側に扉の小型機動車で、定員109人、内座席62人。 当時流行した正面2枚窓の湘南スタイルを採用し、側面窓にはこれも当時の流行であった上段、H ゴム固定のバス窓を用い、車体は軽量化のため大枠、軒桁、柱、帯、たるきに高渉力項を使用し、断面も同時期に製造されていた電車に比較すると小さい。車内の座席はセミクロスシートである。ただし、 クロスシート部の背もたれ高さは、ロングシート部のそれ並みの高さである。運転台は、開放的な搬出構造で、乗務員扉は設けられておらず、正面に向かって、左側は、ロングシートが、先頭まで伸びていた。ディーゼルエンジンは、日本国有鉄道、国鉄の中型機動車向け標準型である、DMK131 機を搭載。これに、 やはり国鉄標準の DF115 系液体変速機を組み合わせた。22トンの車重に必して強力とは言えなかったが、平坦なく曲が線での運用に支障はなかった。液体変速機は1953年に国鉄が開発したばかりの最新機構だったが、この採用で連結運転時に複数車両を先頭車から一括して制御できるシステムである。 総括制御が最初から実現され、合理化に寄与している。台車は、戦前の機動車の流れを組む、軽量な、騎士枠形台車 TS-102 を装備している。平らをリベット組み立てして構築された、ペデスタル支持軸バネ台車の一種で、国鉄がより近代化された後半プレス部材の溶接組み立て台車を採用していた時期であったが、コストダウンを優先したものとみられる。 ただしホイールベースの短さが災いし、乗り心地はさほど良くない。機動車用必死枠形台車は、私鉄車両向けには1950年代後半まで申請されていた。1954年以降熊谷線のみで使用され、他線で使用されることもなく、また当初の3両以降の増備も行われなかった。換算時は単行、ラッシュ時は二両編成を組んで一両を呼びという、 最低限の人用は、廃線までの30年近く全く変わることがなく、熊谷線の換算ぶりが伺える。この間、全商灯は、通常の一等式から、同時期の頭部の電気機関車類時の二等並列に改造され、また窓枠のアルミサシか、客室照明の蛍光灯化も施されている。車体塗装は、落成時点では、下半分が、ライトブルーで上半分が、 ベージュのツートーン、コバルトブルーと、クリームとも言われる。本線快速列車の塗色と同じであったが、後にロイヤルベージュとインターナショナルオーレンジのツートーン、2000系電車に始まる、一般用電車標準色に変更され、さらに1970年代中期には、東部電車の塗装変更に伴いそれらと合わせた、セージクリーム一色塗りとなった。ただしこの最後の塗装は、 ゆえがこびりつきやすい機動車には、不向きな色であった。蒸気機関車、牽引列車が運行されていた当時、熊谷目沼間 10.1km を24分で運行していたため、そのどんぶりから、沿線乗客には、やゆまじりの亀と呼ばれていた。しかし、本形式は17分で走破し、またずんぐりむっくりな車両でもあったので、特急亀号という呼び名で親しまれた。 しかしその後、特急の部分が取れてしまい、また、亀号に戻った。他の愛称としては、プッチと呼ばれてもいた。そして1983年、昭和58年の熊谷線廃止と共に廃車された。キハ2002が、熊谷線目沼駅跡の側にある、熊谷市立目沼展示館で保存されている。キハ2 0 3は、個人に売却され、東船橋駅近くで、 学習塾として使用されたが、老朽化により解体され現存しない。全部で3両しか在籍せず、最大でも2両編成でしか運用されなかった、キハ2000系だが、廃止直前に運転手たちにより、目沼駅構内で最初で最後の3両編成を、蘇生して走行した。ただし、構内を出て、本線を走行したりはしていない。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。